好。今日から、中国語講座一緒に勉強していきたいと思います。で、第1回目は成長と田んぼ院について勉強します。始める前に簡単にちょっと紹介したいと思うんですけど、この講座の目標は中国語の基礎をマスターすることです。で、中国語の基礎とは何ぞやっていうことだと思うんですけど、このピンインが中国語の基礎になります。で、ピンインって何ですかって思われた方いると思うんですけど、ピンインは中国語の発音記号です。で、例えば日本語だとこの漢字の上にひらがなで振り仮名振ったりすると思うんですけど、中国語の場合、ひらがなもないしどうやって振り仮名振るのかというと、こういう風にアルファベットを使ってどういう風に読むのかっていうことを表します。で、ちなみに中国ではこういう風に簡単に省略した字使ってるんですけど、台湾はちょっと日本の旧字と言われるような複雑な文字の書き方してます。で、なんでこのことを持ち出したかっていうと、この振り仮名の書き方が実は台湾はこのアルファベットを使った振り仮名を使うんじゃなくて、特別な振り仮名を使うんですね。だから台湾の子にもしこの中国のピンインの読み方聞いてもちょっと答えられないっていう場合も結構あります。ただそのピンインを使ってこの台湾の繁体字、複雑な文字を打つこともできるので、やっぱりこの簡体字のピンイン勉強しておくのが、まあ、一番汎用性が高いんじゃないかなっていうふうに思います。日本に売ってる中国語の教材も、やっぱりこの簡体字のピンインメインで、辞書を引いても、こう、項目のところにピンインが書いてあるので、まあ、このピンイン勉強する意義の方が、まあ、大きいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回から6回に分けて、そのピンインの読み方勉強していきます。これが読めるようになれば、もう中国語のどんな教科書でも、もう絶対ピンインが振ってあるんで、読めるようになるので、みんなさん頑張ってください。今から始めていきましょう。で、まあ、いきなりこれを読もうっていうわけじゃなくて、このアルファベットの上に見慣れない語をついてるんですけど、これが中国の四声って言われるもの、4つのトーンを示す記号です。で、こういう風に母音の上にその四声を書きます。で、あー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 っていう風に左から読めます。ちょっと図に示してみると、あー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 っていう風になります。じゃあ皆さんも言ってみてください。いきますね。あー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 で、3番目に言ったの3声がちょっと点線になってるんですけど、後半これはどうして点線にしたのかっていうのは後でご説明します。で、これがまず第一声、あーって言って、ずっと高いところでとどまっている音が第一声です。あー言ってみてください。あー。二声はその第一声より少し下から始まって、あーと同じ、第一声と同じ高さまで行く音です。あー。あー。で、ちょっとお願いしたいのが、この二声のピンインを書くとき、下から上にこういう風に書いてください。っていうのも、上から下に書いちゃうと後でご説明する4声とこう混同してしまうので、2声は下から上に書きましょう。これが3声、あーあー。この点線で書いたのが半3声っていう呼ばれるもので、上がりきらずにあーあーって言って、低いとこでそのまま終わっちゃう、あーってならずにあーって言って終わる音なんですけど、大抵の中国人はほとんどこの半三声で読んでます。まあ、教科書とかを見ると、この三声、半三声は文章の中とかに出てきた時にあーっていう風に使われるんですけど、この文、それが最後、三声が最後に来た時だけこうやってあーって言って上がりきるっていう風に説明されてます。で、その3声の例として、例えばニーハオ
ニーハオのハオが三声なんですけど、さっき示した怖がりきる方だとハオ、ニーハオっていう風になるんですけど、中国人が言ってるの聞いたらニーハオ、ニーハオって低いまま終わってることが多いので、まあなんか深く考えずに、とりあえずまあ低く読んでおくっていう、全部三半三声で読んどけばいいっていうのが私の考えです。だから低い音、低いところから始まって低いところで終わるのが三声、半三声、あーあー、最後あーあーって言って高いところから低いところに落ちていく音、あー、これが四声です。じゃあもう一回言ってみましょう。あー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 、もう一度あー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 っていうことで、これが一つ目のポイント。中国語には四つのトーンがあるって、これ四声っていう風に呼ばれてます。これは中国語ですごい重要なことです。このトーンの違いによって意味の違いとかが出てきてしまうので、これは必ず押さえておきたいポイントです。で、今日の二つ目のテーマ、タンボイン、これだけあります。で、読んでみますね。あー、おー、あ、い、う、い、あって言って、まあ、基本的にこう結構ローマ字読みに近いんですけど、ちょっと一部例外もありますので、まあ、一つ一つ見ていきたいと思います。一つ目が、あ、日本語とのあーとそんなに変わらないです。あー。で、二つ目が、おー、おー。日本語のおーよりも もうちょっと口が丸めたような感じで、おー、おー。で、これ今日必ず覚えてください。このいはこれ A じゃないんですよ。これ A じゃなくて A の口の形で、うー、言ってみてください。あーあーです。その次、あるシーンと組み合わさったら読み方が変わることがあります。その、まあ、3つしかないんですけど、例外は3文字しか例外ないんですけど、とりあえずまあいいっていうふうに覚えておいてください。いーで、これも、まあ、うー、日本語のうーよりもうちょっと口丸めて、うー、うー、はい、これもちょっと見慣れない、うーの上に点々ついてるウムラウト、これはうー、さっきのうー、丸、口を丸めたうーの口の形でいいっていう風に言います。うー、うー、うー、これ最後、あー、あー、これは英語の R と同じような感じ、あーっていう風に言います。で、だから二つ目のポイントが、基本的にピーンってローマ字読みで、まあ、アルファベットのなんかイメージで読めるんですけど、まあ一部例外があって、今日特に覚えていただきたいのはこの E が A じゃなくて、あーっていう風に言う音だっていうことです。じゃあ、今学んだ母音に、声調つけて、姿勢つけて読んでみましょう。あー、あー、あー、あー。で、おー、これは、おー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 。えーの口で、うーでしたね。あー。あー、あー、あー、あー。で、これはい、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 い。で、これは
日本語のうよりちょっとすぼめて、うー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 で、これはうーの口の形でいっていう、いーでしたね。はい、いー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 、うん、で、これは R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  です。これで発音は全て学んだんですけど、表記方法について、書き方、前に子音が来なくて母音で始まる時に書き方が変わる音があります。それ3つご紹介しときます。この E、これ母音で始まるとき、前に子音が来なかったら Y をプラスします。 Y E で、この U は前に子音がない場合 W をプラスします。 U、 まあ書き方は変わるんですけど発音は同じだと思っておいてください。で、特にちょっと注意したいのがこれ E なんですけど、前に子音が来ないと YU っていう風になります。 YU って書いてある文字、これは E って読んでください。 U じゃなくて E です。はい、これが3つ目のポイント。前に子音がつかない場合、 I は YI、 U は W、 E は YU っていう風に表記しましょう。はい、今日のまとめに入ります。で、この講座通して1から10までちょっと言えるようになりたいって思ったんで、数字の言い方、今日ですでに3つの数字が言えるようになりました。1つ目が E、 E ですね。で、これは R、 R で、これ前に W ついてますけど普通のウォー、ウォーでしたね。ってことで今日は ER が言えるようになりました。で、もう一つ、これワニワニっていう単語もピンで読めます。何ですかね、この E どうやって読むんでしたか。はい、 A の口でウでしたね。だからウウで、二文字目は、うん、ウムラウト、ウムラウトで読むので、ウの口でイ、イ、イ、ア、イ、ア、イ、ワニ、ア、イ、です。皆さん、お疲れ様でした。シンクニーの。